ちゃ、なんちゃ、なんでさ、ここで俺んとこ、お前しかも流した?流した。流してないじゃん、おい、あら、一回マジで流して、みんな入るから。マスクしてください。流せって。マスクしてください。お前足とかさ、マスクしてください。ちゃ。これでいいや、マスク。お前殺せ。いやー、アシストしちゃいました。みんなの前ではなんか、別に、いや、適当に放り込んだ。適当に蹴ったよ。すぐでしょ、みたいな。みたいな言い方はちょっとすかしてしてたけど、一人になったらちょっとこう素直なリアクション出ちゃうっていうか嬉しいよなーっていうな。まあこれもね、普段から人並みの努力、そして、日常生活を一般人よりも少し意識高く送るっていう日常を送っているおかげで出せた結果かなと。ただこれ逆にプレッシャーかかるなっていう展開になってきました。これを続けろって言われてもっていうところなんですよね。これを続けていけよって言われたところで、いやそれは厳しいでしょうっていう。ずっとできたらだって俺バルサとかいけてるでしょっていう。ずっとアシストできてずっと点取れたらそれはもうスーパーな選手。それできへんからこんなんやねんから。今回は神様が、僕は都合いい時だけ神様がいると思っています。自分が嫌なこととか思ったようにならないことが起きた時は「はい、神様おらん」っていつも言ってます。ただ今回は神様いたような気がしました。神様どうもありがとうございます。次、長野。次長野って言ってて、これで俺もメンバー外れたらもうそれはそれでちょっと面白いかもしれんけど、いつもとやること変わらず、ただちょっと色気出して得点狙いたいとか、もっとこうアシストしたいとか、そういうこだわりたいっていう。これはもう人間の差がですよね。何か目標を達成したらさらに次に行きたい、さらに次っていう欲が湧いてくるのが人間というか、それは仕方ないというか、いつも通りでやれ、同じことを続けろって言われても、もっともっとってなってしまうのが人間らしくいきたいと思います。ゆくゆくはバルサの広報あたりでお仕事。スペイン語しゃべれなあかんな。もっとスペイン語しゃべれるようになろう。サルーテおはようございます。昨日練習でもも裏を少しピリってしまいました。これは仕方ないこと。サッカーならつきものなんで、治療できることをやって治すしかないので。いや、はい、神様おらん。くよくよしててももう仕方ないので、治療と株価の動きをチェックし、じっちゃまのツイート見て、あまり映えない日常を過ごす、1週間がやってきそうです。1週間じゃないね、日常を過ごす日々がこれからやってきそうです。気持ちよくサッカーできるようにしっかり直します。リハビリ過程を逃げずに取り続けたいと思います。 I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage here. 今日は勉強じゃアイシングして、あいた。圧迫して、で、ゴロゴロして、なんか、映画見て、映画って言っても、なんだ、よくわかんない、妄想殺人なんちゃらみたいな、よくわかんない映画見て、もうゴロゴロした、一日でした。アイシングしかやれることないんで、ライト調節します。いやー、どうこれ。あった方がいいっしょ。怪我をするとサッカー選手っていうのは本当にやることがなくなるんで、体幹だのなんだの。まだでも僕はちょっと体幹できる状態でもないというか、2日目とかなんで、とにかくアイシングをして、圧迫。それだけの一日でした。こういうリアルに怪我して、どういう風に過ごしてんだろうなって思うかもしれないですけど、例えば J リーガーの友達がいるあなた、その友達怪我して LINE が返ってこないなんてことは絶対にありません。それはもう既読無視されてると思って、だってめちゃくちゃ時間あるもん。このね、一日一日を無駄にしてる感じ。マイナスなことを言い出すと、とにかくマイナスなことしか言えなくなってくるのが僕っていう人間なんでね。火もつけ忘れてるような状態ですよ。お気づきになられたでしょうか。なんと GoPro を手に入れちゃいました。先輩のみちさんにいただいたというか、貸してもらっていただいてます。ちょっとほんままともに喋れるようにならんと俺働き口ないぞ。これ見えるでしょうか。これどう映ってんのか確認できるっていうんで、ここにセットして。面白いなこれ。頭切れちゃう。ちょっとかがもうかこの怪我した時ってね、栄養取らなあかんけど食べ過ぎたら太るしっていうさ、そういうプレッシャーあるんですよね。正直僕太ったことないんですけどっていう。そしてまた復帰した時のことをイメージしながらこう日々を過ごすわけなんですけども、まあ大体1ヶ月とかなんかとか経てば一回ちょっとはぁっていう時が来るんですよね。昔はああまたかとかなんかとかって思ってたけど、今はもうこう受け入れるっていうか、あ、僕はもう怪我する体なんだっていうのを受け入れてするとちょっと心が楽になるっていうか、そりゃドーベルマンとチワワが一緒にバーンってぶつかったらチワワは怪我するよねっていう。だから同じ犬種やと思ったらダメなんですよ。その矢沢さんがね、もうとんでもないような生活してるわけですよ。それと比べて、あ、僕もじゃああの生活したら怪我せえへんくなんのかなとかって思って一緒のことやってもダメなのよ。もう犬種が違うってこと。あれはあれ、僕は僕で、どれだけやっても怪我するっていうのをまず受け入れる。やっぱ筋肉はコラーゲン大事。まあその修復するとかなんかとかっていうよりも、もう案外心の問題だったりするから、肉離れの場合は。だからメンタルケアとかはめちゃくちゃ大事なんですけど、まずできることといえばやっぱ栄養を取る。もうそれしかない。栄養をちゃんと取って、痛っ！次耐えれる体に仕上げていくしかないので、やれること。で、もうちょっと動けるようになったらっていうか、もうちょっとでも動けるようになってから、体幹とか、リハビリだのなんだの。自分に合ったリハビリね。まあそのチームにはいろんなことを言われて、あれしろこれしろって言われるけど、自分の体は自分が一番分かってるから。それはコントロールできない、厳しいチームとかだったらコントロールできなかったり、ああ僕ちょっとこれあんまりそんな状態じゃないんだよなと思いながら気持ち悪い気持ちでやったりとかいろいろあるだろうけど、そこはでも本当自分の感覚を大事にしてほしい。肉離れとかなんかそういう怪我とかで悩んでる人たちは、自分の体は自分がコントロールするって思って、分からなかったらまずいろんな人に聞いて試行錯誤しながら自分に合ったものを見つけていく。それしかないんじゃないかなって言いながら、何十年も肉離れし続けてきました。とまあ、角度を変えてみたり、いろんな角度からね、こっちも行こうか。こういう場所から普段見れない角度の僕を映してみたり、普段見えない角度の僕を映してみたり、もう僕が見えないぐらいの高さから撮ってみたり。これですね、警報機もう帰ろうっていうチラシが入ってました。変えなくても生活できてます。僕は正直ね、あんまりバキバキ筋トレするのあんまり好きじゃなくて、腹筋もあんまりガチガチやるっていうよりかは柔らかく保ってたい。これも派閥があって、もういろんなこと言う人いるんですけど、僕にはそれが合ってると思ってやってます。なんでなるべくこうガチャガチャやらせるトレーナーさんに当たった時は、やってますよって感じはもう出しつつ、必死でやってますよ、でも自分でコントロールしながらやるっていうのがまあ大事かなって。これはもう経験なんで、今までガチャガチャやったこともあるし、地道なやつもやったことは、耐える系もやったし、バランスよく全部やってみたこともあるし、極端にやらなかったこともあるけど、それ全部ひっくるめてこれがいいなっていう今スタイルでやってます。そしたらまた肉離れしましたっていうループをずっと繰り返してるんで、これはもうね、一筋縄じゃいかない。もうこれが要は犬種の問題って僕がさっき言ったようなことですよね。怪我をするんだ俺の体はっていうのを受け入れる、その上でやれることをやる、それぐらいの気持ちで僕はやってます。よっしゃー、じゃあ飯食いますわ。1000回混ぜます。今から12345678910111617189680ママ680ママ902900980。はい、うわーナイスボール。ここいや、やらしい。いいよーノブーヒッチなパスやな。すごいな、ノブ2点目やんノブあらいいや、いいな。いやー、いやおっしゃーじゃないのよう入ってたね。ここ行くな。これは阿部ちゃんの声しか聞こえへん。うんいいよ、またいいな。おっ矢田さん、いやー矢田さんすごいやってんな。矢田さんいやーいいね。姫いいな。もう独裁やな。いいな、魔法ちゃうこれ。